はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの滝谷直樹です。今日は中学受験算数基礎講座、算数空間図形のいよいよ95回目ですね。この中学受験さくららチャンネルは、この私滝谷直樹が塾業界35年間の経験とノウハウをすべて公開していくというチャンネルです。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価、メンバーシップお願いします。さあ、今日はね、水の体積とグラフの4回目です。ね、もうだいぶ慣れてきましたから、だいぶ自分でね、どんどんやれると思います。じゃあ行きます。段のある水槽に毎分90立方センチメートルの割合で水を入れます。グラフは水を入れ始めてからの時間と水の深さの、関係を表したものです。さあ、まずこれね、これも直方体2つ、この、くぼんでいるところとこの上の直方体2つでできています。で、この水はこう来た後、全部一旦ここに行って、ここに溜まってからこちらに溜まるということになりますね。で、どんな風に水の深さが変わっていったかっていうと、最初0で、そこからアの時に、アフンの時に9センチね、のところまで行って、ここから傾きが変わっています。で、52分後に15センチの深さまで来ましたということですね。で、じゃあ1番、図中の X はほにゃセンチです。さあ、 X、 さあ、ここまではクーッと溜まって、これ底面積小さいですから、底面積縦が12センチ、横が10センチですね、ここね。ね、で、そして、ここで、じゃあ X 何センチだろうかっていうと、このグラフ見れば分かるわけです。ここまでは速い傾きで上っていって、ここから変わってますからね。だから、ここが9センチの時、ここが9センチだから、ここまでね、スッと上がるわけです。だから、図中の X は9センチということが分かりますね。で、その次、じゃあグラフのアは何分だろうか、つまりここの9センチのここがいっぱいになるのは何分かって言ってるわけです、ね、そうするとね、今ここ X9 センチと分かりました。だから、ここの丸1の部分の体積は縦かける横かける深さ9ですから、12、19で表すことができます。 12×9 かける、 12×10 かける9、ね、そうと、この丸1の部分の体積は120に9倍ですから、2く18で1080立方センチメートルなんだってことが分かりますね。ここね、1080立方センチメートルで、毎分90立方センチメートルの割合で水を入れてるわけですから、1080立方センチメートルの水を毎分90立方センチメートルで入れてったら何分かかるかって問題ですから、1080÷90 ですよね。で、0削って0削って108÷9、これ12ですね、これね。だから12分で いっぱいになった。じゃあ、ラスト3番、図中の Y はほにゃセンチです。さあ、この直方体の大きい部分の横側出ていません。じゃあ、これはどういうふうにやるのかっていうと、ここ見るわけですね。今「あ」は12分ってやりました。12分後にここが丸2の部分がたまり始めて、今ね、12分から52分までね、52-12の40分間の間に9センチの深さ、ここからね、15センチと、ここから15センチですから、こうですよね。15センチまで、こう、ここの部分ね、これ6センチ、15-9は6ですから、ここ
増えてるわけです。そうだとするとね、ここの、いっぱいじゃないですよ、この6センチ縦が12で高さが6で、この Y は出てないわけです。ここはね、ここからここまではハテナなわけです。だけど40分かかってここまで来てるわけですからね、毎分90立方センチメートルの割合で40分水を入れたら、全部で 90×40 の屈指36に0 2つ、ね、3600立方センチメートル水は入ってんですよ、ここからここまで。だからここの、ここから上の体積、6センチ分の体積は3600立方センチメートルなんです。で、まあもう大体分かってると思いますけど、縦が12で深さが6ですから、これで横出ますよね。3600を縦かける深さで割れば横が出るわけです。だから3600割る12かける6は3600割る72、3600割る72はここに5が立って0、50センチってことは分かりますね。これが水の体積とグラフの基本です、ね、グラフの読み方と水の深さ、ね、直方体の縦横、ね、そういったものがしっかりね出せるようになると、いろんな問題にチャレンジできますからね。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価、メンバーシップお願いします。では今日はここまでにしましょう。